名古屋市千種区の東山動植物園で、今日コアラの来園40周年を記念した式典が行われました。東山動植物園のコアラは1984年10月に日本に初めて来園し、日本中から多くの人が詰めかけました。40年経った今でもコアラは人気者です。 モフモフの毛が好きです言葉にできないぐらいの愛をたくさん与えてくれる存在今月25日には新たに2歳のオスのコアラスカイが公開される予定です。